Wow Screen。はい、おはようございます。アローズスクリーンの審査です。さて本日は福岡県筑紫野市にございます司筑紫野店さんにやってきておりますが、今日はすごいお客様の数ですね。結局300名近いお客様でしょうかね、かなり多くの人数での抽選となりましたが、今日は抽選番号はこちら45番です。座れるかどうかはまだ分かりませんけれども、もし座れればまずは寝台、座れなければどうしようかというところからスタートしていきたいと思います。それでは審査の街道日記第527話、よろしくお願いいたします。さてさて、座れるんじゃないかな。45番なら今日はすごい暑いですね。熱気があります。外の気温のお話ですけど、気温が高く湿気があるのですごいムンムンしています。おはようございます、よろしくお願いします。あ、座れる、座れます。あ、そんなに朝一お客様行かなかったのか。余裕だった南国スペシャル。南国スペシャル行きましょう。それでは527話街道日記初実践の南国物語スペシャルから参ります。よろしくお願いいたします。さあ、今回南国物語スペシャルは初めての実践となりますけれども、南国物語、少し前に出ましたね。またこちらの台はですね、その前作の南国物語とよく似てるんですけれども、ゲーム性は随分異なったゲーム性となっております。まあ、基本的にはボーナスを重ねて出玉を増やしていくという、そういうタイプになりますね。朝一開始7ゲーム、まだ何も喋ってないところでしたが、当社1本目希望なんです。はい、幸先いいですね。始まりました。最初のビッグとなりますが、前作の南国物語は畑田メインはレギュラー、まあ、大半がレギュラーでしたけれども、今回はですね、ビッグの可能性もレギュラーの可能性も十分あるという感じになっております。さあ、いきなりビッグボーナス来ましたけれども、まあ、せっかくなんで通常時の簡単なゲーム性、このボーナス中に申しますと、通常時は高確率と通常時、大きく分けてこの2つのモードがあって、ボーナス抽選はその高確率の中で行われると。なので通常時はその高確率の特急景気となる役をいかにつけるか、ここがまずポイントとなりますね。早いボーナスでしたね。249枚を獲得して最初のビッグボーナスが終了です。この後ボーナスの後はビッグだろうとレギュラーだろうと必ず高確率に入ります。転落すれば通常でまた高確率を目指していくというゲームで、ボーナスに当選すれば再びボーナスは高確率と、よってボーナスのループが生まれると、まあそういうシステムです。参ります。投資1本からの当たり嬉しいですね。早速、あれ1ゲーム目、あ、そっかそっか、すいません、何でもありません、すいません。さあ、開始7ゲームのビッグ投資1本からの当たりでした。せっかくの早い当たりですから、単発では終わってほしくないですねと言おうとした矢先、ボーナス終わって4ゲーム、2回目のボーナスはレギュラーボーナスとなります。さあ、レギュラーボーナスではありますが、これでボーナス来ましたので再びこの後は高確率ということになります。これが転落するまで続きますから、いつ終わるかは分かりません。いやー、び
っくりしました。最初のあたり今日は7月7日開始7ゲームでのビッグボーナスということですね。7月7日7ゲームで7ドロイってすごく演技が良くないですか。これでビッグレギュラーそれぞれ1回ずつを消化して348枚の獲得です。さあどこまで続くかこのボーナスループ。これ転落が怖いんですけれども、その転落ケーキとなるのがまたこれ転落目の出現なんですが、転落目がですね左リリープレイ、そしてこの真ん中にまあお花かバーが止まった時が転落のピンチとなります。するときはですね、まあ、転落目というのが出現するらしいんですけれども、その転落目と言われるのがリプレイ花バー、これです。ここにバーか花が止まったときにチェリーベルバーだったら転落目になるので、これでおそらく高確率はもう抜けたんじゃないかというところになります。投手1本ビッグレギュラーそれぞれ1回ずつという結果でしたね。さあボーナスの連チャンはこれで終わりましたけれども、ここからは再び高確率を目指して通常ゲーム回していきたいと思います。高確率なかなかその攻めを見れません。ボーナスが終わって225ゲームまでを回しておりますが、まだあこれちょっと違和感ありますね。払い出しのないベルですけれども、何も来ないですねと言っていましたら、これもチャンスの一部なのでおそらくここから高確率になると思います。で CT 中は2枚掛けとなりますので、まあ、この辺でも分かるかなと思いますが、今ベッドは2枚掛けになっています。これで再び高確率に突入となったはずです。さあそれではここから再びボーナスかそれとも転落か、3回目のボーナス当選に期待しましょう。このチャンス目が出た後はドキドキしますね。レバー叩くときも、ああ危ない、はい、おお、なはかな、早くよし、持ちコインで次のボーナスを引くことはできました。しかしギリギリ持ちコインのとこでしたね。ビッグボーナスレギュラーが終わって236ゲーム、本日3回目のボーナスで2回目のビッグとなります。いやー、ここはつなげてよかった。これぐらいのボーナス感で次の高確率に入れれてボーナス作ればいいですよね。いやー、南国物語スペシャルはどんな感じになるかなと正直ちょっと不安はあったんですけど、まずその不安は抑えて払拭されました。これで2回目の初当たり、3回目のボーナスが終了です。さあこの後です。再び転落する前にボーナスを引きたいです。まだか、できればもう10ゲーム以内には当たってほしいところ。これで10ゲームを消化になります。単発です。これが転落目ですね。リプレイ、ハイビスカス、チェリー、なかなか続かないものですね。持ちコインで当てることはできましたが、ここはビッグ一発でした。あ、
そこで単発というのはちょっと残念だな。せっかく持ち込んで引いたあたりでしたので、さらに1回目のビッグレギュラー分よりも多い獲得ができれば、もちろんグラフは右上がりとなるところでしたが、ここでグラフを右下がりにしてしまうと不安になるんですよね、流れ的に。あ、転落したかと思いましたが、28ゲーム再びここで右下がり見るチャンスの出現です。2枚掛けになるはずですよね。ほら、これでまた来ました、ボーナスチャンス。早かったですね。いいですよ。しかし必ずボーナスに当選するわけではなく、もうこの高確率に入った時点から転落抽選もありますので、やはりここもボーナスが先か転落が先かということになりますが、これが3回目の初当たりとなります。そしてボーナスはビッグが2回、レギュラー2回となりました。いい感じと思いますよ。再びここからは高確率ですからね。2回目のビッグが終わった後、ボーナス間では33ゲームでしたね。一回転落して通常に戻ったと思うんですけれども、まあ、ゲーム数短かったので、今ボーナスはビッグ1回、レギュラー1回の2連目というところで進めていきたいと思います。3連目になるか、この後は。3連目、さあ今度はどっちでしょうか。レギュラーです。まあ、ここもレギュラーではありますが、高確率は維持という部分で考えれば良かったと思います。これ実践の途中とか、まあ、朝一とか最後とかちょっと回してみようかなというのはいいかもしれませんね。当たれば一気に早いですからね、結構運動でいうと。これで本日3回目のレギュラー、そしてこのボーナスは3連目が終了となります。ビッグでお願いします。4連目、どっちでしょうか。よし、これが今日3回目のビッグボーナスとなります。4ゲーム、240枚目も取れますので、これで500枚から600枚、まあ、600枚近くいきますね、獲得枚数は。嬉しいな、いや嬉しくな、初めて言う人ないで投資日本からこうやって獲得枚数を増やせているというのは。獲得枚数は600枚を超えて、本日3回目のビッグが終了となります。610枚、もう現在はビッグが2回、レギュラー2回、5連目なるかの高確率です。1ゲーム、1ゲームでございます。おー、びっくりした。始まったんですか。ちょっと今7届いてなかったですけど、すいません、まだ始まってないですよね。はい、やっと揃いましたね。1ゲーム目の国旗でしたけれども、結局はボーナスが終わってんな、20ゲーム、これがボーナスは5連目、そして本日4回目のビッグということになります。ビッグ確定の演出の一部だったんですかね。これでレギュラーが2回、
枚ビッグが4回合計ボーナス6連となったところで1053枚プラス1000枚となりました。さあ7連目なるか。あれ今1ゲーム目中段リプレイハイビスカスベルでしたね。まさかの1ゲーム転落ですか。転落目なので1ゲーム転落か、まあ、保証はないと思いますので6連ということですね。あー終わったか。出目を知らなければ、ま、ドキドキしながら回せると思います。まあ、出目でタッチした場合はそのドキドキ感というのは知ってるだけに移れるというのはありますね。残念。しかしこれで1000枚は持ち込みできましたので、またしばらくは追加投資なしで楽しむことができます。264ゲームですけど、持ち込みの方が600枚を切ったところですね。560枚、70枚くらいですかね。まあ、投資は1本ですから500枚以上プラスという状況で次のボーナスを追うかどうか、一回他の台も見てみましょうか。今500枚以上プラスなので、これで移動できればちょっと有利な状態です。ロストアイランド打ってみようかな。いや、バラエティ打ってみよう。モンキーターン、気になっちゃうな。ロストアイランド2持ち込んで移動します。南国物語スペシャルかロストアイランド2打ちたいなと思ってましたので、まあ、ここは南国物語2ボーナスループ見れましたし、次はこちらでいきます。あーちょっとドキドキしますけどね。今日はこちらの台ボーナスが1回開始2ゲームで当たっております。そして現在ボーナスが34ゲームというところですが、まあ、こちらも南国物語スペシャルと似ていてですね、通常時は高確率を目指して一気にその中でボーナス戦が行われるというのがまず基本的なシステムですね。それでは早速いきたいと思います。こちらも早めに当ててボーナスのループが今日は経験できたらいいなと思ってますが、ポイントとなるのは通常時進撃目と言われる出目がこちらのメインディールに出現します。まあそれも南国物語スペシャルでいうところの CD、 高確率の突入劇となる役ですね。その後はボーナスが引けるか転落するか、そういうところになります。まあもちろんボーナス当選時はですね、液晶ありますし当たりましたよという告知は行われますので、特にゲーム性が分かってなくても打てる台。ただかなりですね激しい台だと思います。かなり激しい台だと思います。当たりが引ければかなりのボーナスループになる可能性がありますので、当てれば勝ちなんですよ自分の中では。投資50枚ですから、まあ、持ち込んで当てればですね、持ち込んで当てれば勝つんですよ。でも追加投資になるとどこまでかかるかわからないのがちょっと怖いところです。赤い雲がメインリール中段に転売しました。さあ進撃目のチャンス。さあこれ今赤い雲が転売して青い雲止まりました。そして払い出しもゼロ、これが進撃目になります。ということはここからはボーナスの高確率。
特に気象上変わった様子はないですが、本当に高確率なんでしょうか。あるんじゃないですか、やはりここは。ないのかな。高確率中のボーナス確率はおよそ7分の1とかなりの確率ですから、結構早めに当たると思います。はい、液晶上ではハイビスカストロイが当たりとなります。煽ってますね。マジよ、上を狙ってね。さあ来ました、ボーナスチャンス。ボーナス当選です。253ゲーム目のスタイランド2、ここは持ちコインおよそ150枚残しての当たりとなりました。いや正直持ちコインで当たりが引ければいいなというところでしたので、これは良かったです。さあまずはレギュラーボーナスですね。ハイビスカスボーナス、ボーナスはビッグレギュラーありますけれども、レギュラー比率が高い台ですから、ボーナスがビッグが引ければ嬉しいですが、レギュラーでも十分持ち込み増やしていける可能性はあります。さあまずは最初のボーナス、レギュラーボーナスでしたけれども、112枚の獲得という結果でございました。ここを増やしていきたいですよね。赤のハイビスカスがレギュラー、金のハイビスカスがビッグということになります。さあここからがストップタイム、高確率のスタートです。マジよ、パス。さあ2ゲーム目、レギュラーボーナスです。早いですね、レギュラーが終わって2ゲーム目。レギュラーとはいえ100万以上の獲得は見込めますので、まあ、これぐらいのゲーム数で続いていけば獲得枚数もどんどん増えていきますね。これで201枚を獲得して2回目のレギュラーボーナスが終了となります。まだまだここからでしょう。まいります、ストップタイム。先ほどのようにすぐにでも当たる可能性があるので、このストームタイム中もう7を狙っていっていいと思うんですよね、早い段階で。すごいストームタイムに入ると演出も派手になりますね。3回目のボーナスです。4ゲーム、上を狙ってね。レギュラーボーナスです。まあレギュラー続いてますけれども、基本的にはこんな感じでしょうね。その中でビッグで絡めばというところだと思います。あとはせっかく高確率に突入させることができましたので、このボーナスループの中で1回はビッグボーナスが引きたいですね。これで3回目のレギュラーが終了となります。現在獲得枚数は292枚です。すごい迫力ですね、ロスタイランド2。そして1ゲーム目いきなり上を狙ってねと言われました。ここレギュラー、1ゲーム目のレギュラーです。さあ獲得枚数はまだ300枚超えたあたりですけれども、持ちポイントの方はこれで再び500枚を超えそうですね、このレギュラーで。さあボーナスが終わって1ゲーム目、さあこれでボーナスは10ゲーム目。さあこれでボーナスは14ゲーム目
ントになります。ここもレギュラーいいですね。レギュラーだけではありますが、獲得枚数はこれでもう1246枚となってます。もうとにかく早いです。ボーナスも増えるのも。ここでデンジャーメが出現しました。転落のピンチです。当たってくれ当たってくれ早く当たってくれ。この時はもちろん転落していれば今通常状態ということになります。それはちょっと今はっきり分かりません。しかしボーナスが引ければその後は高確率ですから転落していなかったということになります。上を狙ってない、当たらないのか。15連目正直南国物語スペシャルをあのまま続行しても良かったんですけど、打ちたいと思っていた機種が両方座れる状況でしたので移動しました。結果的にはこの移動は正解だったなと思います。これだけの好展開作れてますから良かったです。たまりたらたら長い時間蓋を置いててパッと手切りをつけてパッと移動しています。おかげでボーナスはこれで15連目までを消化しています。そろそろビッグが来ないかな。デンジャーメです。先ほどのデンジャーメ落ちてたんですかね。これでもう20ゲームです。ボーナスが終わってボーナスがない。先ほどのデンジャーメ転落しているかもしれません。ここはボーナスは15連ビッグは引くことができませんでした。しかしよく続いてくれましたね。15回目のハイビスカスボーナスが終わって最初のデンジャーメンあれで転落していたのでしょう。終了です。やめよっかな。あんまり顔にしてもどこで当たるか分かりませんからね。ちょっと台は抑えたまま一旦周りを見てみます。バラエティなんかどうですかね。あ、降格状態。たまにはこういう台狙ってみますか。降格状態の89ゲームやめですね。症状は93ゲーム。一応250ゲームあたりまでゾーンがあったと思います。ちょっとここは持ち込みでゾーン狙いやってみたいと思います。降格状態いきます。あーチャンス目、そしてジャックチェリーのみでした。レア役は終了です。はい、実戦終了です。今日はですね、朝から南国物語スペシャル、そしてロストアイランド2と街道日記では初実戦の2機種をまず打ちました。投資の方も初期投資の50枚のみ、そして持ちコインもピークでは1300枚を超えるぐらいまであったんですけれども、3機種目バラエティの広角機動隊、あ懐かしいな、久しぶりに打ちたいなとちょっと軽い気持ちで打ったところ AT 当選ありましたが、結局そこで持ちコインを結構減らしてしまいまして、今日は最終交換枚数こちらでございました。460枚です。まあ一時の持ち込みに比べればだいぶ減らしてはしまいましたが、なんといっても今日は初期投資50枚のまま、追加投資なく、これだけ稼働が高い中で信頼、そして懐かしい AT 機と実戦をして楽しむことができて、最終的にプラスで終われたのでよかったかなと思います。以上、シーサの街道日記第527話でした。
やめます？投資50枚で1300枚あってまだお昼2時ぐらい、やめます？やめませんよね。だったらちょっとバラエティで懐かしい気してもって、特にね、ゾンケの騎士が空いてれば打ちますよね。そうやって持ち込み減らすことありますよね。ありますよね。次回の街道日記は、たどり着いたのは失われた島、今ここに嵐を巻き起こせ。次回、小さな街道日記第528話、進撃。次回もよろしくお願いいたします。